皆様こんにちは、 EYC 日本の北出と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は今だから知りたい EFIRST の基礎と題しまして、 EFIRST の基本情報について解説してまいります。今回は私とこちらの3名で進めてまいります。では皆様簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、 EY Japan の沢木ニクレでございます。よろしくお願いします。はい、EY の楠本です。よろしくお願いいたします。 EYC 日本の岩田と申します。よろしくお願いいたします。それでは改めまして、今だから知りたい EFIRST の基礎ということですが、日本においても EFIRST の適用企業についてはかなり増えてきており、足元においても大増加傾向にございます。そのためある程度 EFIRST の知識についても浸透してきつつあるかと思いますが、それでも EFIRST ってどういう基準なのとか、 EFIRST と日本基準の差ってどんなものがあるのといった声をよく耳にします。今回はそのようなお悩みに対応すべく、 EFIRST の基本情報を具体的には日本や世界における適用状況や EFIRST と日本基準の差について、基本コンセプトであったり具体的な項目別の論点について解説してまいります。では最初に EFIRST の世界での適用状況についてニコラさん解説をお願いいたします。はい、 IFRS はグローバルな会計基準、一つの国のものではないですね。International Accounting Standards Board 国際会計基準審議会が IFRS を発行します。国際機関であり、基準を作成する審議会の14名の中1人が日本の方です。一つの国のものではないので、それぞれの国は自分の国または自分の市場で IFRS を適用してもいいか、強制で使わないといけないか、または使うことは認めないかを自分の国で決める必要があります。まあ、この世界地図にある黄色の国は IFRS を要求しています。まあ、見るとほとんどは IFRS ですね。本当にグローバルスタンダードです。ただ全部ではない、灰色の国は IFRS ではなくて自国の会計基準を使用しています。まあ、大きいのはアメリカですね。アメリカは US GAAP でも、アメリカにおいて SEC で上場しているアメリカ以外の国、まあ、SEC に上場している日本の企業は IFRS を使うこともできます。あと大きいのは中国。中国の上場企業は PCR 基準、まあ、中国基準を適用しています。まあ、それはほぼ IFRS と一緒と考えて良いと思います。日本はこの中少し珍しいです。日本の上場企業は選択があります。 IFRS 適用は任意です。まあ、先ほど地図で IFRS を導入している国は、まあ、ほとんどだということがお分かりと思います。少し数字を見ると144カ国は全て、またはほとんどの国内上場企業に IFRS 要求しています。その背景は2005年から EU の法令で、 EU の上場会社は同じ目線で財務情報を投資家にとって重要なことが決めました。まあ、他の国としてオーストラリア、シンガポールもその当時から IFRS を導入しました。先ほど日本は珍しい制度を取っていると申しました。楠本さん、それについて説明お願いできますか？はい、今ニコラさんから説明がありましたけれども、スライドの1点目に書いております通り、日本では上場企業および上場準備企業には EFIRST の任意適用が認められています。ただし連結財務省のみで単体財務省には適用できないという形になっています。で、任意適用の要件としてはスライドに書いていますけれども、 EFIRST 適用のための適切な組織体制が整備されていることなどが要件となっています。
2010年に任意適用が開始されたときには上場していることですとか、あと国際的な財務活動や事業活動が行われていることという要件がありましたけれども、その後2013年に IFRS の任意適用を促していくという目的でこれらの要件が撤廃されましたので、現在ではより多くの企業が IFRS の任意適用を選択できるという制度になっています。一方でその次に書いていますけれども、強制適用ではなく任意での適用という位置づけになっています。ですので企業は個々に判断をした上で IFRS を適用するかどうかを判断するという制度になっています。なるほど、会社ごとに判断していくということをよく分かりました。それ以外に知っておいた方がいいという点ございますでしょうか。はい、スライドの3点目に記載していますけれども、日本基準自体も時間をかけていろいろな改正が行われていまして、 IFRS との差異は少なくなってきています。これは日本基準の IFRS への修練、コンバージェンスというふうに呼ばれています。ただコンバージェンスの作業は現在進行中のものもありますし、またこれはあくまで近づけていくということですので、日本基準を IFRS に一致させるということではありません。ですのでここあります通り引き続き多くの差異が存在しています。この後いくつかの差異については説明をしますけれども、企業は IFRS の任意適用を検討する際にはこういった基準の差異が自社の財務省にどういう影響を与えるのかということをしっかりと検討する必要があります。ありがとうございます。次に実際の適用状況についてご説明いただけますでしょうか。はい、こちらのスライドが毎年の IFRS の適用企業および上場企業に占める割合の推移を示したものとなっています。見ていただければ分かる通り、任意適用が開始された2010年から始まって適用企業数割合ともに毎年増加しているということが分かります。またこちらのスライドは2022年6月時点での IFRS の適用状況をグラフにしたものとなっています。こちら見ていただきますと分かる通り、 IFRS を適用済みまた適用予定の企業、ここでいう1から3まで合わせて 45% となっています。でまた適用に関する検討をしている企業ですね、4を含めると約6割となっていることが分かります。ありがとうございます。こちらを見ると相当の企業が IFRS を適用しているということがよく分かり、また今後も増えていくということが予想されますね。ところで楠本さん、このように IFRS を適用する企業が増えているといったことはどういった背景がございますでしょうか。はい、そうですね、はい、こちらのスライド少し前になりますけれども、金融庁が2015年に公表したレポートにおいて、当時 IFRS を適用していた企業に IFRS を適用した決定した理由や想定していたメリットをヒアリングした内容がまとめたものとなっています。これを見ますと1番目に経営管理への寄与ということで、また2番目の比較可能性向上、この2つが理由の大きな割合を占めているということが分かります。まず経営管理への寄与というところですけれども、特に海外子会社が多い企業では、例えば IFRS という共通の物差しを使って業績の測定や管理を行うことでグローバルベースでの統一した業績の測定管理を行うということを挙げています。つまり会計基準を統一するという財務会計上の対応にとどまらず、より高度な経営管理を図るという目的で IFRS を活用しているという企業があることが分かります。でまた2番目の比較可能性の向上というところですけれども、こちら最初ニコラさんから説明があった通り、 IFRS は国際的に多くの企業に適用されていますので、国内外の投資家に比較可能性が高い情報を提供することができると、また IFRS を適用している海外の同業他社と自社を同一の基準で比較することができるなどのメリットが挙げられておりまして、グローバルな単一の会計基準としての IFRS を適用するメリットということを考えている企業が多いということが分かります。楠本さん、ありがとうございました。ここまでは IFRS の適用状況について見てきました。IFRS が多くの国地域で採用されており、日本においても多くの上場企業で採用されている会計基準だという点ご理解いただけたものと思います。ではここからは IFRS と日本基準の差について見ていきたいと思います。まずは IFRS と日本基準の枠組みの差について考えていきたいと思います。岩田さん、皆様なんとなく多くの差異があるという点イメージ持たれているかと思いますが、根本的な差というとどういった点がございますでしょうか。はい、そうですね、
まず IFRS と日本基準の差というと、後ほどピックアップさせていただきますが、例えば暖簾の償却であったりとかリース、減損の考え方といった、個別論点の差については皆様ご存知のことかと思います。ただ一方でそもそも何が違うのか、それぞれの基準の基本コンセプトというと、イメージできていない方が多くいらっしゃるかと思います。そこで簡単にこの点についてご説明したいと思います。まず IFRS というと、先ほどニコラさんがおっしゃった通り、グローバル市場のためのグローバルな会計基準でございまして、多くの国や地域で採用されているということになります。世界各国で統一された会計基準、会計に関する物差しと言われるだけであって、各国の基準から IFRS への移行を想定した基準である IFRS 第1号が規定されているというのは大きな特色かと言えると思います。統一した会計基準が適用されることによって、財務情報の国際的な比較可能性が高まり、その質も高まり、透明性をもたらすということになりますが、各国の特色等を織り込まず、どの国や地域でも適用ができるように、 IFRS はまず原則主義であるといった点が特色として挙げられます。原則主義とは、基本的な概念に沿った原則的な会計処理の方法のみが示され、数値基準等の詳細な基準は設けられていない方法となります。この数値基準というのは、日本基準でいう財務諸表等規則における 10% 基準やリース基準における少額案件の判断となる300万円といった具体的な数値が基準で定められていることを言います。 IFRS に関してはこの数値基準が定められていないということになります。従いまして、企業が自らその重要性等を鑑みて判断し、決定するといった意味で自由度が高いというふうに言えます。このため会社としては基準をどのように解釈したのかといった根拠を明確に示す必要がございますので、各基準では多くの注記が要求されており、IFRS を採用すると大量の注記が必要となるといった皆様のイメージにつながるかと思います。これに対して日本基準は最速主義と言われており、会計基準や解釈指針、実務指針等々細かく規定が定められているということになります。なるほど。基本的な会計処理が定められているのみということで、各社実態に即した会計方針、会計処理を採用することで、投資家にとっても企業の実態をより適切に把握することができるということですね。そうですね。おっしゃる通り、原則主義が採用されることで、各企業の判断で会計方針を作成し、経営の実態をより適切に反映した会計処理が可能となること。また企業に対しては会計に関して、受け身ではなくてしっかりとした方針の作成が促進されるといった利点が挙げられます。ただ一方で、形式的に原則主義の会計基準の統一が達成されたとしても、その適用にあたって基準の解釈の幅が広く、複数の会計処理を適用しうるといったことから、市井性が介入する余地があること、実質的な比較可能性が損なわれるといった可能性がございます。また作成者にとっては会計処理の判断の根拠について示す必要がありますので、ある程度の作業が発生するといったことであったり、作成者、監査人、監査当局の見解の相違といったものが生じた場合に、その調整が必要となること、さらには事後的な修正リスクがあるといった懸念の声があるのも事実となります。ありがとうございます。次にスライドの下側、資産負債アプローチというのはどういったものになりますでしょうか。はい、これは読んで字のごとくではございますが、ストックである資産および負債を先に定義し、その資産や負債の変動によって収益および費用を認識するアプローチとなります。一方で日本基準はフローである非換損益を重視している損益計算書重視の考え方、収益費用アプローチということになります。ありがとうございます。 IFRS は BS を重視する考え方だということは理解できましたが、日本基準の考え方である収益費用アプローチ、こちらと異なる点というのはどういったものになりますでしょうか。そうですね、IFRS はまず資産負債の定義を決めて、その資産負債の評価と
資産負債の差額である純資産、つまり BS に計上されている財産価値を重視しているということになります。まあ、一方で日本の会計基準は企業会計原則に見られますように、まあ、伝統的に収益費用アプローチによっており、まあ、フローである損益を重視しております。ただ先ほど楠本さんがおっしゃった通り、近年 IFRS とのコンバージェンスが進む中で、まあ、日本基準においても退職給付会計や減損会計といった資産負債アプローチに沿った基準もございます。さらに昨年から適用となっております収益認識基準に関しましては、IFRS 第15号をベースに策定されているということは皆様ご存知のことかと思いますが、約束した財またはサービスといった資産を顧客に移転することによって企業が履行義務を充足した時点で収益を認識するというのはまさに資産負債アプローチと言えますね。ただしここで 1.5 ご留意いただきたい点といたしまして、資産負債アプローチが純損益を軽視しているわけではないという点についてはご留意いただければと思います。本日は時間との兼ね合いから詳細なご説明は割愛させていただきますが、 ISB から全般的な表示及び開示という交換草案が2019年に公表されておりまして、そこで PL の表示方法の改定が提案されております。このことからも ISB が PL を重要な指標として捉えているということは明らかだと考えられます。ありがとうございます。日本基準に関しては収益費用アプローチと伝統的に言われてきてはいるものの、近年ではIFRS と同様の資産負債アプローチの考え方を取り入れているということは、日本においてもIFRSの考え方が浸透してきつつある一つの事実と言えるかもしれません。ではここからは日本基準とIFRSのギャップ差について見ていきたいと思います。ただ一言でギャップ差といっても多くの項目がございます。多数のギャップ差がある中で今回はご覧の8項目について解説してまいりたいと思います。なお詳細については割愛させていただきますが、会計基準の内容の違いだけでなく同様の規定であったとしてもその実務上の適用によりギャップ差が生じている項目も存在するという点ご留意いただきたいと思います。では8項目の解説に移ってまいりますが、まずはギャップ差と聞いて一番に思い浮かぶ論点と言っても過言ではないかと思います。のれんの焼却になります。岩田さん、まずは現行においてどういった差があるのかご説明お願いします。はい、おっしゃる通り IFRS ではのれんを焼却しないといったところが日本基準との大きな差であると思いますので、今一度のれんの焼却、のれんの会計処理について IFRS と日本基準について整理していきたいと思います。まず IFRS ではのれんは非焼却、焼却はしないということになっている一方で、日本基準は20年以内の一定数で焼却することとなります。従いまして、例えば会社を買ってきてのれんを認識した場合には日本基準では焼却する、すなわち焼却費が費用として毎期計上されることになる一方で、 IFRS ではその費用計上がされないということになりますので、買収後の費用負担が少なくなるといったイメージを皆様はお持ちなのかもしれません。ただここでご留意いただきたい点といたしましては、 IFRS ではのれんを焼却しないものの、毎期減損の兆候の有無にかかわらず減損テストが必要になってくる、すなわち当然買収してきた会社が当初想定していた超過収益力を有していないということであれば、減損テストによって減損損失が認識される、すなわち費用負担が発生するという点については留意していただく必要がございます。なるほど、会社買収が当初の想定通り超過収益力があるということであれば、その期間の費用負担が軽減される一方で、毎期減損テストを実施しなければならないことで実務上の負担はあるということですね。さらには焼却をしないことから仮に減損損失を計上する場合には一気に多額の損失が計上される可能性があるということはご留意いただきたいと思います。ただのれんに関しては2020年3月に企業結合開示のれんおよび減損のディスカッションペーパーが公表されており、その中でものれんの焼却の再導入の是非が議論されていることかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
はい、そうですね。このディスカッションペーパーについては日本においても IFRS を適用していない会社においても議論になっていることかと思います。今年の5月に ISP の議長が来日した際にインタビューが行われ、そのインタビューがメディアでも取り上げられましたが、これをご覧になった方の中には IFRS でも無連の償却の再導入が決定したと思われている方もいらっしゃるかもしれません。ただこの点についてはまだまだ結論は出ていないというのが現状となります。仮にのれんの償却が再導入されたとした場合に、のれんの償却年数であったりとか既存ののれんの会計処理についてどう取り扱うのかといった経過措置、さらには企業結合は成功だったのか、どういった情報を投資家に提供することが必要なのか、有用なのかといった開示の問題など課題は多くございます。従いまして、こういった側面も含めて判断がされていくということになるかと思います。ありがとうございます。ディスカッションペーパーにつきましては、のれんの償却の再導入の是非にフォーカスされがちですが、企業結合後の業績等の開示であったり、その開示をどこで行うのか、また減損テストの方法について、その実効性や簡便化についても併せて議論されているという点ご認識いただきたいと思います。続いては資産の減損になります。楠本さん、こちらについてどのような差異があるかご説明お願いいたします。はい、まず減損会計の基本的な考え方になりますけれども、こちら日本基準も IFRS もおおむね共通していまして、まず減損の兆候があるかどうかということを検討した上で減損損失を測定して計上するという流れですとか、また減損を行う際には回収可能価格まで母価を落とすという点ではおおむね同じアプローチを取っています。一方で異なる点も多くございます。今回はその中でもこのスライドに記載しています減損損失の認識と減損損失の戻し入れについて説明をしたいと思います。まず減損損失の認識についてですけれども、日本基準はいわゆる2段階アプローチといわれる考え方を取っています。これはどういうものかといいますと、まず減損の兆候がある場合に1段階目としまして、割引前の将来キャッシュフローと帳簿価格を比較をすると、割引前将来キャッシュフローが帳簿価格を下回っている場合に2段階目として回収可能価格と帳簿価格を比較をして、回収可能価格の方が下回っている場合には減損損失を計上するというアプローチになっています。日本基準では減損損失が相当程度確実な場合に限って減損を認識するという考え方を取っているためにこういうアプローチが採用されています。一方 IFRS になりますけれども、日本基準と比べると1段階アプローチという形になっていまして、減損の兆候がある場合にはそのまま回収可能価格と帳簿価格の比較を行い、回収可能価格の方が低い場合には減損損失を計上するというアプローチを取っています。日本基準と異なりまして、割引前将来キャッシュフローと比較をするというステップを挟まないために、IFRS は日本基準よりも比較的早い段階で減損損失が認識される傾向にあるということが言われています。ありがとうございます。もう一つの違いである戻し入れについてはどういったものになりますでしょうか。はい、こちらはすでに認識した減損損失を戻し入れるかどうかという点になります。この点については日本基準では減損損失を一度認識したらその損失を戻し入れるということは禁止されています。一方で IFRS では毎期減損の兆候だけではなく減損を実施した資産については減損の戻し入れの兆候があるかどうかについて検討を行います。この戻し入れの兆候というのは、例えば資産の価値が著しく増加しているような状況が挙げられています。で、戻し入れの兆候が存在する場合には回収可能価格まで減損損失を戻し入れることになります。ただ仮に減損を実施していなかった場合の帳簿価格が戻し入れの限度となっている点には留意が必要だと思います。この減損の戻し入れというのは日本基準で行われていない扱いとなりますので、 IFRS を導入する際には留意する必要があるかと思います。またこの減損の戻し入れは先ほど岩田さんから説明があったのれんの減損においては禁止されていますので、その点も補足しておきたいと思います。ありがとうございます。そうすると IFRS は日本基準に比べて早く減損損失が計上される傾向がある一方で、戻し入れも行うことで日本基準に比べると
資産の価値の変動がより財務諸表に反映されやすいと言えるかもしれません。では次のトピックでありますリースに移ってまいります。リースに関しましては日本基準において新リース会計基準の適用の議論が進められております。この新リース会計基準は2019年度より適用となりました IFRS 第16号をベースに検討が進められておりますため、仮に新リース会計基準が適用となった場合には日本基準においても部分的に IFRS と近しい会計処理が適用され、財務諸表をはじめ業務やシステムに大きなインパクトを与えることが想定されます。そこで岩田さん、まずは IFRS と日本基準におけるリースの取り扱いについて解説をお願いいたします。はい、まず IFRS では2019年1月1日以降 IFRS 第16号が適用されており、それまでのリースの基準であった IS 第17号がリース取引を原資産から得られる経済価値とリスクの関連で捉えるリスク経済価値モデルが採用されていた一方で、 IFRS 第16号ではリース対象物を使用する権利を支配しているかどうか、支配モデルで捉えられておりますので、リースの基本的な考え方の転換が見られております。これによりリースの定義が変更され、貸し手の会計処理が実質的に変更がない一方で、借り手の会計処理についてはファイナンスリースとオペレーティングリースの区分がなくなり、 BS に使用権資産およびリース負債を認識する単一のオンバランスモデルが採用されているということになります。これは IS 第17号においてはオペレーティングリースの借り手はリース料を費用として計上するのみであり、リースに関する資産や負債が BS に計上されないため、 BS が取引の実態を表していないのではないかといった批判に応えるもので、 ISB は IFRS 第16号を適用することによってリース取引に関する情報を財務諸表利用者に有用な情報を提供できているというふうに考えております。繰り返しますと、 IFRS ではリースの借り手はすべてのリース契約についてリース期間にわたり原資産を使用する権利である使用権資産、リース料の支払い義務であるリース負債をそれぞれ BS で認識することが要求されるということになります。一方で現行の日本基準においてはファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引の2種類の取引タイプに分類され、ファイナンスリース取引は実質的に購入したのと同様と捉え、通常の売買取引と同様にオンバランス処理を行うということになりますので、大きな基準差はないということになります。それに対しましてオペレーティングリース取引は通常の賃貸借取引と同様に毎期支払ったリース料を費用に計上するのみでございますので、BS に資産としては計上しないオフバランス処理ということになります。ここは大きな基準差になるということになるかと思います。従いましてリースの借り手に関しては IFRS を適用すると資産負債ともに膨らむということになりますので、大きなインパクトがあるということになりますね。事例といたしましても IFRS 第16号を適用したことによって、BS が約 20% 膨らんだといった企業もございます。オペレーティング取引を多く取り扱う企業においては特に注意が必要になるかと思います。ありがとうございます。ファースではすべてのリース契約に関してオンバランスされるということで、かなりのインパクトがあることが想定されます。こちらについては例外的な取り扱いというものはございますでしょうか。はい、おっしゃる通り借り手はオンバランスするというのが原則となりますが、 IFRS においても短期リースおよび少額リースについてはオンバランスする必要がございません。短期リースとは開始日においてリースの期間が12ヶ月以内のリースのことを言いますが、この場合にはオンバランス処理せずに定額法といった規則的な方法によって純損益に反映していくということになります。少額資産のリースについても同様となります。ここで少額リースについて、この少額っていうのは一体いくらなのかといった点が気になる方も多くいらっしゃるかと思います。IFRS 第16号では基準上そのような数値は明示されておりませんが、結論の根拠において少額資産のリースについて簡便的な会計処理を認めるにあたって5000米ドル以下を念頭に置いているといった記載がございます。
従いましてタブレットや PC や電話といったものを想定していますので、例えば日本基準においてオフバランス処理でされている社用車といったものはオンバランスされる可能性があるということになります。また少し実務的なお話になるかと思いますが、日本基準上300万円といった重要性の基準がございます。この300万円といったものを IFRS 第16号においても昇格資産の判断基準として採用できるかどうかといった議論がよくなされます。この点に関しましては IFRS 第16号においては300万円をそのまま昇格資産として取り扱うのは難しいというふうに思います。なるほど。日本基準ではオフバランスをできることをメリットとしてリースが活発に実行されているといった実態があるかと思いますが、イファースを適用した場合、さらには新リース会計基準が適用された際にはかなりのインパクトがあるということになりますね。貸借対照表が膨らむといったことは理解できましたが、その他のインパクトとしては何か考えられますでしょうか。そうですね、まず財務指標に与える影響が大きいというふうに考えられます。オンバランスされることにより資産負債が膨らみ、場合によっては支払い利息の金額が大きくなることも想定されます。となると主要な財務指標である総資産を使用する ROA であったりとか、固定資産を使用する固定長期的合率、負債を使用する自己資本比率といった財務指標がいずれも悪化するということになります。一方でこの IFRS 第16号によって、BS が膨らむことであったり財務指標が悪化するというのは数値上のお話で、企業の実態としては何も変わらないというところは重要なポイントになるかと思います。財務指標が悪化すれば企業の格付けに影響が出るといったことも考えられますが、なぜ財務指標が悪化したのか、BS が膨らんだのかといったことに対して、十分な説明ができるように企業は準備する必要があるかと思います。そして、オンバランスするリースの取引が膨大になるということになると、それらはすべて自社で所有する固定資産と同様に、会計的にも物理的にも管理する必要が出てきます。従いまして、システム管理といったものが必須となってきます。すでに固定資産管理システムを導入されている会社さんにおかれましても、リースに対する対応が不十分であると、アドオンで作業が必要になるといったことになってきます。リース資産、使用権資産としてオンバランスする場合には、その母価の算定であったりとか、支払い利息の金額を算定する必要がございますので、企業にとっては相当な負荷になることが考えられます。システム導入は、とにかく不備が起きやすいと考えられますので、早め早めに手を打って、対応をするといったことが重要になってきますね。ありがとうございました。では、次のトピックに移ってまいります。続いては、IFRS 第5号売却目的で保有する非流動資産および非継続事業、こちらについてニコラさん解説をお願いいたします。はい、聞いてくださいこれは日本の基準の中にない測定および表示についてのルールです。売却するの可能性が highly probable 非常に高いになりましたら、売却する資産、または負債も含めて売却するグループを流動資産、流動負債に別項に表示しなければなりません。この目的は将来なくなる資産が明確に分かるようになります。測定は帳簿価格と売却価格のいずれか低い価格になります。損は早めに取ります。同じ目的で非継続企業、もうやめるビジネスは損益計算書に区別にしなければなりません。表示はまず継続事業に出して、その下に非継続事業から生じる損益を表示する。また目的は継続事業が明確に分かるようになります。ありがとうございます。このような会計処理を行うことで比較可能性が向上するということですね。こちらの基準は IFRS の基準の特徴の一つと言えるかもしれません。では続いて次のトピックであります金融資産、こちらの会計処理に関してニコラさん解説をお願いいたします。はい、金融商品の会計ヘッジ
貸し倒れなどは複雑です。 IFRS と日本基準の違いはいろいろあります。今日はたくさんの会社の影響をする2つの違いだけを話しましょう。金融資産、特に投資にしている株のような資産についてです。日本基準では上場企業の株を実価で計上しなければなりません。毎期実価評価を行います。実価といったら、構成価値です。 IFRS は同じです。ただし日本基準では実価のない非上場企業の株は実価評価しません。一方 IFRS では実価がない非上場企業の株も公正価値の会計処理をする必要があります。なるほど。そのような規定があるため企業は内部や外部の情報を使って評価しないといけないということですね。こちら日本基準に比べると結構大変のように思います。はい、大変といったら大変です。ただしいろんなテクニックもあります。すでに IFRS 適用している日本の企業は整備準備して非上場株を評価しています。もちろん重要性を見ながらだと思います。この辺はご心配でしたら会計事務所の方にご相談ください。次のトピックに移りましょうか。日本基準では株のような投資をその他有価証券に区分している会社が多いと思います。それについての評価損益は直接に損益計算書 PL に認識しません。基本的包括利益 OCI にとりあえず評価損益を認識して株を売るとき PL に振り替えます。一方 IFRS では会社の選択では2種類の会計処理があります。一つ目は原則株の評価損益を毎期損益計算書 PL に計上します。ご存知のように市場がアップダウンするとき支配できない変動は PL に入ります。トレーダーとか金融機関はそれがビジネスとか腕の場合もあります。彼らは慣れていると思います。ただし事業会社が持っている戦略的な持ち合い株についてそのような損益変動が困る場合もあります。その損益変動を避けるために IFRS は2つ目の会計処理があります。それは一個一個の株の銘柄を Fair Value Through Other Comprehensive Income、FVOCI として指摘できます。なるほど。評価損益を包括利益で認識するということで一見日本基準と同じようにも見えますがそうではないということですね。そうです。 IFRS では選択しましたら公正価値変動は包括利益に計上します。ただし日本基準と違ってその後株を売却しましたら包括利益で貯まってた金額は PL に振り替えられません。なるほど。売却時の損益を PL で認識しないというのは大きな違いかもしれません。ただ配当金を受け取るといったことも考えられますが受け取り配当金については PL で認識することになりますでしょうか。そうです。配当だけは PL に認識します。ありがとうございます。では次が今回ご紹介するトピックの最後になります。連結財務諸表における会計方針決算日の統一というトピックになります。では楠本さん、まずは会計方針の統一について説明をお願いいたします。こちらは特に多くの連結子会社を海外に持っている企業にとっては大きい論点になるかと思います。まず基本的な考え方となりますけれども連結財務諸表においては親会社と子会社の会計方針は原則として統一するという考え方が IFRS においても日本基準においても取られています。
ただし日本基準においては実務上の実行可能性というものを考慮して、海外の子会社についてはその財務省が IFRS または米国の会計基準 US ギャップに従って作成されている場合には、それを連結財務省の決算手続きに用いることができるということが当面の対応として定められています。ただしその場合でもこのスライドに記載されています5つの項目については重要性が乏しい場合を除いて日本基準に基づく会計処理に修正する必要があるというふうにされています。この5つすべての説明は今回は省略したいと思いますけれども、岩田さんから先ほど説明があったのれんの扱いですとか、今ネコラさんから説明があった資本性金融商品の扱いなどについては、日本基準の連結財務省に取り組む際には日本基準に基づく会計処理に修正が必要ということになります。なるほど。まず日本基準は原則統一するという考え方がある一方で、海外の子会社が IFRS 等に基づく財務諸表を作成している場合は、修正が必要な5項目以外は基本的にはそれを連結決算上使うことができるということをよく分かりました。では IFRS ではどのような取り扱いとなっていますでしょうか。はい、こちらはスライドの方にも記載をされていますけれども、簡単に説明しますと、同一の取引や事象については同一の会計方針を適用するというものになっています。こちらは先ほどの概要のところでも説明をしましたけれども、 IFRS は原則主義を採用していますので、例外規定というものをできる限り少なくするという考え方で基準が作られています。このため会計方針の統一においても例外的な取扱いというものを認めず、連結財務省における親子会社間の会計処理を統一するという原則をそのまま適用するという形になっています。そうすると特に海外に子会社を多く持っているような企業は、IFRSを適用する場合はこのあたりについてしっかりと準備する必要がありそうですね。はい、そうですね。こちらも IFRSの概要のところで説明したことになりますけれども、原則主義の IFRSの下では基準の適用にあたって各企業が自分たちの実態を踏まえて適切な会計方針を策定するという必要があります。ですので連結財務省の作成にあたって親会社子会社含めた連結グループのですね、実態を踏まえてグループとして適切な会計方針というものを決めていくということが重要になってくると思います。そうですね。では次の決算日の統一というのはどのような際にありますでしょうか。はい、こちらはまず日本基準の方になりますけれども、決算日の際が3ヶ月を超えない場合には子会社の財務省をそのまま連結することができるという規定があります。一方で IFRS ではこちら実務上不可能な場合を除いて決算日を統一する必要があるというふうにされていまして、基本的には同一の決算日で作成した財務省を連結する必要があります。また実務上不可能な場合であったとしても重要な影響を及ぼす事象については修正が必要とされています。ありがとうございます。この違いは会社の連結決算のプロセスやスケジュールに大きなインパクトを与えることが想定されますので、IFRSを適用する際にはしっかりと準備していただく点ご認識いただければと思います。以上で本日ご用意した内容は終了となります。今回は今だから知りたい IFRSの基礎と題しまして、IFRSの適用状況や基本コンセプト、それから具体的な項目別の違いについてお伝えしてまいりました。途中でもお伝えいたしましたが、ギャップ差については多くのものが存在し、今回限られた内容しかお届けできませんでしたが、本動画の内容が皆様の会計実務の一助になれば幸いでございます。なお、IFRSと日本基準のギャップ差についてまとめた冊子を我々のウェブサイトにおいて公表しております。もっと詳しく知りたいという方がおられましたら、日本語版、それから英語版の2つを公表しておりますので、ご利用いただければ幸いでございます。本日は最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。